バラエティーパーク自体中に入ってまでもないから。無人で走ってる。まだ。かゆい、かゆい、かゆい。あじゃあこっち来た、あじゃあこっち来た方が2頭入るで。ペニャーゴーの左手にございますブリーディングセンターでは、ここにいる4頭のパンダたちのお父さんパンダ、5歳のオスのパンダハイミーの双子の妹、5歳のオスのパンダ4人がブリーディングセンターでご覧いただけます。あそこもあそこもあれちゃん。はい。これがね。本日のヤカとアドベンチャーワールドへお越しくださいました。現在アドベンチャーワールドでは全部で7頭のジャイアントパンダが元気いっぱいに暮らしております。こちらのパンダで暮らしておりますのは7頭のうち4頭。ただいま屋外外外の運動場におりますのは1頭です。
覧にご協力をお願いいたします。
下に下げやってる人いる。
めちゃパンダ落ちるよ。パンダ落ちそう。上の大きいの持ってるんだから。そうだよ。ちょっと待って。
くわ。泣くわ。誰もおれへんけど、入れてくださいって言って。違う違う違う。おじろ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 。かわいい。おじろじろ。おじろじろじろ。B6 ってアップできやんやんな。できやんわ。母さん、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 母さ
Thank you.
あれやな、だいぶだらけとるな。後で確認して。やばい。両手持ち出した。やばい。これ押すのね。
あ、私と一緒に。一緒にだな。日本だって言うの。あ、そうだって言うの。あ、今光ったから。タッコ。どうも入るわ。なんかもうバッチ目の前に浮かれとって動かんでよっぽど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 これ食べんのかな。食べてる。餌あげられ。あ、持ってきた。僕も食べたいなやな。食べ終わったら立ち上がれない。立ちたいよ。それから。どうにかしら。食いしん坊なんだ。食いしん坊なんだ。ただ、今見ながら食べてる。手にユニフォームを持って運動道へとやってまいりました。ただいま運動場前大変混雑しております。視聴者皆様、前の方少しご覧いただきまして、後ろの方にも見えやすいよう、またお子様にも見えやすいよう、ゆとりアプリの観覧にご協力をお願いいたします。こちらにおります、オーシーとオーシーの現在1歳3ヶ月の双子のパンダです。ほら、あーちゃん、昨年の11月にお母さんパンダ良浜から親離れをしまして、こちらのパンダ園へ引っ越しをしてまいりました。お母さん、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 お母
現在用品と同時に飲んでおりますのは、アンマヨーの粉ミルクです。ダーコしても眩しいものは眩しい。まだそんな用品と同時に、親と元と同じように竹を食べるようにもなりますが、まだ現在ミルクも飲んでおりまして、このように1日3回ミルクも飲んでおります。いやーでも、いや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 、次の子には専用の粉ミルクはございますが、これ今のこっちまして、大きな大きな181g で生まれて変わりましたが、1歳3ヶ月が経ちました。現在は体重は 45kg にまで成長しております。なくなっちゃった。ついてる成長はとても早く、1歳で30kg、2歳で60kg、3歳で90kg とどんどん大きく成長していくんです。大人になる頃には100kg以上になります。大体ベストファンドで4歳から5歳で大人になりますので、桜浜と桃浜もあと4年ぐらいかけてどんどん大人のファンドへと成長していきます。来て、桜浜と桃浜、2頭おりますが、皆様どちらが桜浜でどちらが桃浜か分かりますでしょうか。双子の姉妹で大変そっくりで、なかなか見分けがしづらいんですけれども、耳に特徴がございます。皆様桜浜と桃浜見えますから、耳のあたりにご注目ください。まーるって大きな耳をしている方がお姉さんの大きい、小さくて少し立ってピンとした耳をしているのが妹の大きいです。もういらん。皆さんどちらが大きいで、どちらが大きいでしょうか。こう見えましたら比べてみてください。また大きいと大きい性格も全く違います。飲み終わりました。今日はお姉さんについておやつをもらいに行っておりますが、実はこちらが妹のコウキなんです。コウキシン旺盛でお天気な女の子です。すぐに見る感じですので、お姉さんにおやつをもらいに行っています。最後までゆっくりと見ると飲んでおりましたのがお姉さんのコウキです。お二人がついてマイペースで、いつもゆっくりと見るそうです。抱っこしんでもここ見えるじゃん。同じ双子でもこのように全く性格も違いますので、最後の行動を見ながら見ていただけると、楽しんでもらえたと思います。パンダと一緒だ。こちらが桜浜と桃浜がお姉さんからもらっておりますおやつは、リンゴと人参とピッツァです。こちらの3種類をアドベンチャーワールドではおやつとして与えております。パンダの主食は竹でして、ほぼ9割以上は竹を食べますが、残り1割はこのように竹以外の野菜や果物などを与えております。実はパンダは雑食性の動物でして、野生でも竹以外には昆虫や木の実、また時にはお肉も食べることもあるそうです。また主食に、主に毛宗竹という種類の竹を与えております。大人のパンダで1日に 20〜30kg 竹を食べてしまいますが、早速1頭竹を食べ始めました。こちらの食べ方にも注目していただきますと、ある一定の、
法則がございます。食べ方にも理想がございます。ほとんど葉っぱは1枚ずつ食べるのではなくって、何十枚も束ねて束ねて腕を切って一気に食べるんです。ぜひ食べ方にもご注目ください。はい、ちなみに今お昼と日正面を向いておりますが、でどちらがどちらか分かりますでしょうか。耳の形にご注目ください。奥にいる方が妹の同志、手前にいる方がお姉さんの同志です。ちょうど2頭の見分け方も覚えていってください。ちなみに現在、3月、3月から5月にかけてはパンダにとって恋の季節が訪れます。今度は1年に1回春に発情が来まして、交配を行います。現在ブリーディングセンターにはお父さんの永明、お母さんの良浜が暮らしておりますが、次の発情に向けて準備を行っております。交配可能な日は2、3日しかありませんので、2頭の様子を見ながら発情のピークを極めて、また交配ができるように、私たちも努めております。恋の季節になりますと、パンダにも様々な行動が現れるようになります。恋をすると体が熱くなってほてってまいりますので、水浴びをする様子が見られたり、また自分の匂いをつけて周りのパンダにアピールするように、匂い付けの行動、マーキング行動が見られるようになったり、またこの季節特有の鳴き方、酔い鳴きという声も聞こえるようになってまいります。パパンダの声を子供たちはあまり鳴かないので聞こえないかもしれませんが、皆さんもしお時間がありましたら、ぜひ園内一番奥のブリーディングセンターも行ってみてください。もしかしたらお父さんの永明やお母さんの良浜、泣いているかもしれません。こういった鳴き声が聞こえるようになったり、匂い付けの行動を見るようになってきたら、また発情の兆しが見られ始めたということですので、そういった行動なども観察していただくと面白いかもしれません。大丈夫です。いったThank you.
伸びてくるね。やった。なんでそんなにいっぱい伸びてくる。顔が出てくる。動くくなって。うん、あ、冷たいのに足上がったのかな。短いよね。
よいしょよいしょ何よいしょ。え？え？え？落ちるの？嘘。怖い。え？すごい埃。Thank you.